車の話スペシャルのコーナーです。ヒロさん、はい、始まりました。よろしくお願いします。まあ、今回はね、来ていただいてしまいましたが、はい、今日呼ばれてきたんですけど、はい、ここはどこですか？実はですね、 WRC ジャパンプジョ208ラリー4で出てた時にスポンサードを協力していただいた株式会社サンオータス様 の、はい、横浜青葉店になりますね。はい、プジョ、そうです、書いてありますね。で、なんとですよ、今回去年僕水没したじゃないですか。バズりましたよね。世間を賑わせたあの一件がありましたけれども、一般枠として次どうしようかなとすごい悩みに悩みあぐれていたわけですよ。で、なんとサンオータスさんの安田部長にお願いして、なんと今回スペシャルな車を荒井さんのために見つけてきましたと、はい、あったらいいなぐらいに思ってたんですよね、初め。ちょっと限定車みたいな感じなんですけど、あったらいいなと思ってて、この色で、ちょっと左ハンドルでマニュアルの6速でみたいな話してたら、なんとありますと、去年の年末お話をいただきまして、はい、で今回ついにいよいよ納車ということに。買ってたんですね。なっております。はい、はい、買ったなら言ってくださいよ。いや、匂わせてはいましたけどね、はい、欲しいなみたいな。でもやっぱラリーやるにあたって、下見をするじゃないですか、ステージの。そうですね。その時やっぱ208ラリー4も左ハンドルなんで、やっぱ左ハンドルのマニュアル同じ四角で見えた方がいいなっていうところで、さらにスポーティーでなおかつ左ハンドルっていうところに、さらにちょっとラリーの準備もいろいろまとめて意識したパッケージかなっていうふうに今回なっております。すごいの買いましたね。すごいですよ。ちなみにエンジン同じなんですけど、はい、プジョースポールっていうモデルは250馬力と270馬力があって、これはなんと19インチの270馬力モデル、車重が1300キロ弱というね、軽い、素晴らしい。あと5ドアハッチって、ね、これで奥さん、これで怒られませんよ、僕は荷物乗りますからね。はい、お名前をお伺いしてもよろしいですか？はい、プジョー横浜青葉のセールスの国正一と申します。なんて言うでしょう、このセールスポイントといいますか、この横浜青葉店のセールスポイントと、今回ちょっと一世代前のモデルになっちゃうんですけど、この車の良さみたいなところ、まずこのお車に関しましては、やはり先ほどひろきさんもおっしゃっていただいた5ドアハッチというところで、走る楽しさもありつつ、ファミリーでいろいろと積載もできますので、いろんな使い方ができる、すごく楽しい車になっております。走りだけに振らず、子供も奥様も、荷物も乗ると、これ大事なところですよ。でちゃんとしっかりホールド感のある、本当にセミバケみたいな感じのシート入ってるんで、はい、これもまた大きな違いかなという。ひろきさん、ちなみにこの車のお気に入りのポイントはありますか？実はこの色もめちゃくちゃ好きで、はい、ちょっと濃いじゃないですか、はい、でやっぱり前赤色 のディーゼル乗ってたんで、はい、次ちょっとこの濃い青も乗ってみたいなっていうことで、今回この青にしたんですけど、ちょっと締まっててかっこいいんですよね。はい、そうですね。やっぱりプジョーはやっぱり青という部分がすごくいろんな種類がある中でも、やはりこの青はすごく人気の高い青になりますね、うん、そうなんです。でなおかつそれでいて、19インチのアルミホイールで、すでにキャリパーも入ってるんですよね。はい、モノブロックキャリパー6スポットの、それも一番いいところかなっていうふうに思うんですけど、はい、実はグリルの形状も違うんですよ、少し。GTI になると、これ多分後期モデルですよね、はい、グリルの形が少し変わっていて、もうちょっとなんかごっつりした、なんかかっこいい感じ、スパルタンな感じになってるんですけど、で、抜き色でこの赤が入ってるあたりもまたスポーティーな演出があってかっこいいですよね。で、左ハンドルで、プジョーといえばやっぱこれですよ、このシート。プジョースポールとか、DS シリーズもそうなんですけど、 DS3 レーシングとかってモデルあって、基本的にシートがこういうしっかりホールド感のあるシートになってますね。で今回はなんといっても、左ハンドルで、サイドブレーキはハンドブレーキじゃないんですけど、電子制御でサイドブレーキがついていて、で、車重が1300キロの270馬力っていうんで、走ってても楽しいかなと。で多分そのスポーツモデルって言って、このスポーツモードを押すと画面が赤色になるんですよ。これ見てみると、タコメーターの周りも普通の車とは逆で、おしゃれですよね。これタコメーターが右から左に上がるんですよ。でスピードメーターは同じなんですけど、左から右なんですけど、こういうところでちょっとなんて言うんでしょうね、フランス車っぽいこう個性的な感じを演出してるっていうのもありますね。そしてね、クルーズコントロールもついてるし、レーンキープとかもあるんですか、これ。そうです、そうです、はい、トラクションコントロール、アイドリングストップ、レーンキープ、はい、
もあるので、まあ、割と乗ってても楽しい車かなっていうふうに。そうですね、日常から本当に走るところまで全てカバーできるような感じですよね。そうなんです。皆さん見てください、このラゲッジスペース、はい、広くないですか。まあ、これも同じなんですけど、こう深さがあるんですよ308、はい、で結構荷物も乗りますし、うん、でまあ、リアシートを倒すと前までフラットになるので、うん、まあ、そこも割といろいろな荷物積んで走れるっていうところも強みかなっていうふうに。でもディーゼルに比べると多分こっちの方が足が硬い、すごいスポーティーな感じではあるけど、でも音とかね、山中さんの AMG みたいなアホは言わないんで、ものすごい大人な男に308 CM に使いましたね。いい加減にしろって感じも。選んだ決め手みたいなのは、決め手はもともとこれのディーゼル乗ってて、あの水没したやつね、はいはいはい、TBS のニュース23で取り上げられました、ね、本庄市在住の新井さん水没して、いやでもあれがすごい乗り心地が良くて、でまあディーゼルと、まあ、これハイオクなんで、まあ、エンジンが全然違うんで比較にはならないんですけど、なんか乗っててねすごい疲れなかったのよ。である程度スポーティーさもあってすごい純正なのに、これじゃあ GTI の完全スポーツモデル買ったらどうなっちゃうのよみたいなところもあり、買ってみたら意外と大人だったみたいな。あと何がいいってね、もうちょっと斜めっていうのドライバー側にこうメーターとかが全部で触りやすいっていうか操作もしやすいし、ただ助手席側からすると触りづらい。お前助手席乗せないよな的なこう熱いこう気持ちを感じますね、プジョーエンジニアたち。でも結構やっぱ走らせるに特化したような、うん、まあそうね、ドライバー目線というかドライバーのために作られてるみたいなのが多いですね。そう、あとデザインもなんか確かにこれアイコクピットっていうシステムだったかな、ちょっと後で調べておいてほしいんですけど、ステアリングよりもメーターが上で見れるんですよ。あそう、普通ってステアリングがあってステアリングの丸の中から覗き込むんだけど、うん、それをこの方から確かプジョーが変えてきてるはずなんですよね、乗り味は。乗り味とかですね、意外と静かっしょ、なんかヤマトゥの車みたいに バホバホ言わないでしょ。はい、ということでせっかくなるひろきさん、はい、お店の中も見たいじゃないですか。そうですね、はい、店長の山根さんが来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで早速店内の方にお伺いしたいんですけれども、はい、そうしました。じゃあショールームの方へどうぞ。今どっちかというとあの SUV を中心に展示をされている形です。で今3008、5008、リフターロングっていうのが正面に止まってます。まあ、リフターロングっていうのは今旬な車って形 で、あとはリフターロング、あの先週発表になったんですけど、僕あの噂で聞いててリフターロング出るって、もともとリフターって確か5人乗りのやつしかなかったんですよね。 で、フランス本国だけそのさらに長くした後部座席がさらに2つついた7人乗りっていうのを出していて、で実はこのリフターの使ってるエンジン、自分が前乗ってた308のディーゼルと全く同じで、結構あの燃費もすごくいいんですよ。燃費も良くて8速オートまであのすごい乗りやすくて、で荷物も収納できるといった、あのかなり実はあの僕は奥さんからいや買うんだったらこれだろうみたいな散々言われてたんですけど、これが実は自分が一番いいなと思ってた車でもあったりします。結構横幅も割とこうスマートなサイズ幅でなんか乗りやすそうですよね、普段からも。横幅は1メーター85センチって形なんで、そうですよね、そんなに大きくもなくって形ですね。で車内を倒せば結構後ろフラットになりますよね。そうですね、そうですよね。使い勝手に合わせてできるかと思います。そうなんです。で3列目もシートが取り外しもできますので、そうなんですね、取り外しも前までここら辺までだったんですよね、車体的には。で今ロングになって増えたので、こうやってリアのシートが加わって、そうですね、こちらの方が、
おお、なるほど。跳ね上げ式なんですね。ここで外してもらうとこれが取れる形になりますんで。すごいですね。もし荷物が多い方なんかはこちらをもう外してもらって、なるほど、荷室として使ってもらうと使い勝手はあると思います。実際でもリフターロングになると車重重たくなるじゃないですか、はい、燃費ってどれぐらいなんですか。実際50キロぐらいしかの増えてないんですよ。あ、そうなんですか、ですから燃費もそこまで大きくは変わらないです。あ、じゃあいいですね。なんか基本的に車重が重たくなると少しこう、落ちるかなって印象あるんですけど。そうですね、そこまで変わらないです。あ、すごいですね。まあ、実際重量も50キロなんでスプリングが若干変わってるんで、はい、あ、なるほど、2センチだけ高さ上がりますけれども、はいはいはい、そんなに大きくは変わってないです。そうですよね、はい、まあ、基本的になんか荷物を乗せても全然大丈夫なような仕様だと思うので、はい、そういう形ですね、はい、それいいですよね。うん、ですね。うわ、いいな、リフターロング。いいですよね。そしてこっち見ると僕はやっぱりプジョーといえば最近電気自動車にも力を入れているイメージありますよ ね、 すね。ここにも展示されてますけれども、はい、E208、 やっぱり今お客さんの声は一番多いですね。あ、電気自動車ですか、はい、あ、そうなんですね。あとはやっぱり皆さんね、買うかどうかっていうと今ちょっと、はいはいはい、懸念されてる方はちょっと多いですけど、インフラの問題とかありますけれども、ね、やっぱりお客さんの見に来る方は多い状況ではあります。電気自動車ってあんまり見ないんですけど、実際その家庭の充電、100ボルト電源でも充電できるんですか。やっぱり200ボルト、あ、動力になっちゃうんですね。やっぱ200ボルトに、あ、じゃあそうなると確かにインフラやらないとダメですね。そうですね。ですからやっぱり立体、マンションの駐車場の方だとちょっと今やっぱ厳しい。あ、なるほどなるほど。まあ、これからはまあやっぱりマンションでも充電ができる機械とかつけるようにって形にどんどんなってくるのかなとは思いますね。なるほど。はい、そしてお店の中央にはこんな風にポップが飾ってあるんですけど、これは中古車ですか。中古車って形ですね。で、今うちの方も常時今30台から40台ぐらい在庫してますんで。あ、なるほど、中古の、あ、すごいですね。やっぱり一時ちょっと新車がない状況の時もあったんで、もうその時に中古車をこう集めてたっていうところもあるんですけれども、その名残もあってそのまま引き続きって形になるんで、はいはい、今でもやっぱり 3,40 台は在庫でありますんで。これよく見ると3008とか SUV 系がほとんどラインナップされてますけど、やっぱり人気がありますね。ありますね。あ、そうなんですね。で、ちょっと今3008が多くなってきてるんで、これはもう今台数がまとまって入ってきたんで、ちょっと3008のフェアっていうのはちょっと特別でやってます。そうなんですね。というわけで店内の方も山根店長にご案内いただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、というわけでひろきさん、やはりプジョーを買うならサンオーターさんと。そうです、いうことですね。はい、ぜひこの横浜青葉店に遊びに来ていただいて、まあ、遊びに来るだけでもいろいろな車種、はい、どういったものがあるのかっていうのは店長の山根さんがすごく細かく説明していただけるので、ぜひ頼ってみてください。ぜひ皆さんお待ちしております。はい、車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。